はい、どうもこんにちは。ラクラクラクです。デトロイトベカムヒューマンやっていきたいと思います。というわけで、前回コナーさんがマーカスさんへの、手がかりをね、見つけましたね。はい、まあ場所は分かったのか。でもあれですね、FBI の方でしたっけ、かまあ邪魔されてって感じですか。はい、で次は何かなと。まあコナーさんとマーカスさん対峙する形になってしまいました。はい、さあこの後はどうなるんでしょうね。もうどうなるんでしょうね。マーカスさんひどい感じになっちゃってるからね。でコナーさんもコナーさんでもう変異体だって言われちゃってるからね。どうしようかね。あ、このこっちはね、こっちはしっかりと他のところにさよならしていけたらなと。街中を探し回っているみたいなのよ。昨日のことでみんなピリピリしているの。そうですか。心配ないわよ。俺のせいだけど。もうすぐ着くわ。俺のせいだけどな。使う？音楽流す。いや、寝てるから静かにしようぜ。アンドロイドが当局に引き渡されたことにより国全体が麻痺状態に陥っています。現在病院や学校は閉鎖され、断水、停電、ネットワーク障害も予想されています。最も懸念されるのは軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわね。そうですね、あんまりいいニュースじゃねえよ。おう、ここはそうなるのすごいよな。車、よいしょ。自動、もう本当に自動の自動車だ。フルオート自動車だ。もう少し先に行くとジェリコっていう大きな貨物船がある。あ、そういうこと。そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは深夜が最終のはず。絶対にそのバスに乗るの。国境を越えれば安全。少ないけど私にして。弟がオンタリオにいるわ。住所をあげたわね。落ち着くまでかくまってくれるはず。ほう、あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。ローズ、いろいろとありがとう。向こうに着いたら連絡をちょうだい。気をつけてね。わかった。もうやだな。ルーサーだけは耐える。さあ行こう。さあ行こう。やだな。ジェリコのジェリコのごたごたに紛らわせたくないな、これ。ジェリコを見つける。どこに？どこにあるの？いや、あっちだな。船だもん。見たことある船だもん。こんなところに来てしまった。こんなところに来てしまった。ヘルツ、ああジェリコ、みんな集合しちゃう感じか。これを追っていく。コナさんも来た。カーラさんも来てしまった。うわ、ブレブレマーカスさんにブレブレマーカスさんに会いに来てしまった。もうごたごたには紛れ込みたくないな、本当。
いや、どうにかして他の方法ないかな。このすげえアンドロイド。さすがマーカスさん。すげえな。暖かい場所を見つける。暖かい場所を見つけないと。了解です。てかここ最初の広場すげえいっぱいになったな。いいよ。この度のアンドロイドの存在、暖かい場所ね。こっち、そこだ。お見せてよ。俺の予想、アリスは人間だとか言いそう。具合はどう？暑いんだけど、でもすごく寒いの。風邪はまだ治らないか。この子をお願い、マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カーラ、話したいことがある。アリスのことだ。バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。頼んだわよ。おお、そしてコナーさんも操作しなきゃないの。うわーい、やだね。なんでさ、両方の気持ちでやんなきゃないの。すごいな。ごめん、市原市原隼人に見えた。似てるな。こっちだ。このさ、ニット帽似合うね。ここやる。やられる前にあいつらを全部壊してやれ。ガソリンに突っ込んで火をつけてやれ。大変なことになっちゃってるな。皆殺しにしたんだ。奴らみんな化け物だ。あ、終わり、終わり、終わり。この度どこ行こう。まあマーカスを見つければいいんだな。お、気づかれないように気をつけろ。ロシア軍に了解を明け渡しました。迷子なのね。何かを探している。もう気づかれてる。探しているのは自分自身。もう交互に来るのやめて。何すんの。リーダーを見つける。マーカス、マーカスさんを探すしかないな。こっちにはいそうにないな。下にいたじゃん、さっきのは。あれは本か。あっちの方かな。あそこの真ん中に立ってる人ではないよな。いやいや、マーカスさん、どこですか。いた。普通にいた。眠そうだな。なんでそんな顔してるの。女の子とアンドロイドと3人で国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろ。
町中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。俺のせいでな。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。いや、コナさんもいるんだよ。国務省で働いてたやつがいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから、後で届けさせるよ。ありがとう。女の子と一緒だと言ってたな。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。人種は関係ない。人間かアンドロイドかなんてどうでもいいことよ。あの子は大切な存在なの。やるかやられるか。やられる前にあいつらを全部壊してやる。ガソリン。びっくりした、コナーさんかと。どこ行けばいいかな。アリセのところに戻るか。よしよ。ホラさんどこ行ったんだろう。ここに3人もいるわけだからな。アリス。愛情を失った。アリスはお前を愛してる。世界中の誰よりも愛してるんだよ。あの子はお前の望むような少女となり、お前は母親になった。自分を忘れ、相手の望む存在になったんだ。それが生きるってことなのかもな。そういうことだったんだ。へえ。数百体に及ぶアンドロイドが街道を占拠し、通りにあるものを破壊し、遭遇した人々の命を。言葉を失うな。なるほどね。もう。わがままなアンドロイドだったな。まあ。でも、そうだね、お互いにお互いを求めたからこうなったんだよ。じゃああの親父は何なんだよ。じゃああの親父は何なんだよ。じゃあ人間って何なんだよ。カーロ、ねえ、どうしたの？いやいやいや、なんで突き放す必要？ねえカーラ、ずっと一緒にいてくれるんでしょ？ずっとよ。何、あの親父は本当アンドロイドいじめてねえ、なんつう親父だ本当。さてジェリコ、大変なことになっておりますよ。ブルーブラッドと部品が足りないんだ、はい、みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。そりゃそうだろうな。大統領は国を脅かす俺たちを抹殺しろと言ってるらしいが、国中のナイト市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。最悪だ、虐殺されてるんだぞ。
俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。いや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 、決意。俺たちは生きていると伝えただけだ。奴隷でいるくらいなら自由になって死んだ方がマシだよ。平和を掲げるはずだったのに攻撃したんだ。何百ものアンドロイドが死んだんだぞ。だ、はい、お前のせいでな。それはそうなる。後悔、後悔はない。いや、後悔。怒りのせいで俺は判断を誤った。今さら。でも仲間のためにやったことだ。俺たちの敵は人間だろう。仲違いしてどうする？そうね。今はこれからどうするか決めないと。マーカス。いやもうこれはもう対話しかないよねって言いながらまた攻撃とか言い出しそうだけど、ああもうこの状態だったらもう対立で決めてった方がいいのかもな。なんで隠れる必要なんだ。ああ今の状態でからもう隠れようってなる。いや絶対もうコナーさんいるから隠れたってもう意味ないよ。だからそうだな、対話を求めたいんだけども。どうせまた攻撃ってなりそうだからな、うん、でもまあ対話で言いましょう。対話だ、それしかない。一人で行くよ。もう一度だけ話してみる。お願いやめて。もう嫌な予感しかしないよ。かんない。でもやってみないと。戻らなかったらできるだけ隠れていてくれ。ああ。戻ってこいよ。フラグやめて、もう。俺たちは傷ついてると分からせるんだ。ちゃんと伝えれば理解するさ。もう無理、もう。ブレブレだからな。やりきれない。自由を夢見た。その結果がこれだっていうのか。私たちを止めることはできない。あなたがみんなに希望を与えてくれたのよ。私にもね。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。ほう。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。いやでも結局それいいです。それじゃ人間と同じだろ、うん、テロリストだろ。他にも方法はあるはずだ。そうだといいけど。何ら変わりない。明日何が起ころうとこれだけは知っておいて。あなたに会えてよかった。いや行きましょう。みんなのとこに行ってくる。これでマーカスさんもね、まっすぐになってくれる。俺なんだけど。これでもうブレることはできない。対話を目指す。
マーカスさん、さあ来ました、コナン。もう嫌だよ、もう嫌だよ。アマンダ夫人、ジェリコの場所を特定し指導者も見つけ出した、はい、マーカスを生きたまま、生きたまま捕まえるのです。なあ、嫌な感じするな。もう対話しようぜ、コナーさん。コナーさん対話しようぜ。マーカスを止める。いや止めるって、対話しようって言ってんだ。生け捕るように言われているが、場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。いや、コナーさんなら分かるやつだ。説得する、説得する。どういうつもりだ。お前もアンドロイドだろ。自分の種族を裏切る気か。おほほ、あー、命令。僕と一緒に来るんだ。訴える。俺たちは仲間じゃないのか。お前のための戦いでもあるんだぞ。もう奴らの奴隷にならなくて済むんだ。コナさん悪くしよう。正義。俺たちは正義を求めているだけだ。俺たちは物じゃない。自由になりたいだけなんだ。何も言わない。コナさんが、コナさん変異体にしたいが、心に、問いかけよう。自分の存在を疑問に思ったことはないのか。コナさんを変異体にしていく。プログラムを実行するだけの機械なのか。理性を持った、そうだ、対話だ、対話しよう。生き物なのか。自分でその答えをよく考えてみるんだな。仲間。俺たちと一緒に戦おう。俺たちの仲間だ。自分の良心に従うんだ。さあ決めるんだ。変異体になる機会の前、いやもう変異体になります。OL1 マーカスを止めるって。R1 もう、止める必要はあるのかよ。マーカスさんは、僕は変異体だ。アマンダは裏切った。直にジェリコは攻撃される。何？今すぐ逃げるんだ。くそ。おお。もうカラさんいるからね。もうこれしか俺方法ないと思ったもん。絶対何かあると思ったもん。早く逃げないと。いい判断だ。うわあ、どんどん来るねー。うわあ。やだなー。急げカラ、来るぞ。うわ、どんどん来る。あそこの通路。どんどん。どこだ、見えない見えない見えない。大男についていけばいい。こっちだ。この先に出口がある。急げ急げ急げ。入って早く。カラさんは関係ないよ。撃たれてんじゃん。もうそっちはやばい。うわ、足撃たれた。マーカスさん来た。奴らに囲まれてる。貨物室にいる仲間が殺されちゃうわ。警告って何？2階と3階に出口がある。見つけたら釜に飛び込むんだ。お、そういう方法あるの。ヘリって、サイモンとジョッシュ。サイモンとジョッシュはどこだ？わかんない、はぐれたの。
なヘリヘリ上のデッキからも来るぞ。これじゃハチロスだ。逃げないともう諦めるしかないわ。ジェリコ爆発、ジェリコ爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出してみんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの。やめろマーカス、奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ、後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。うわ、そんな遠いの。てかたどり着けるのこれ。そっち行けばいるでしょ。おお、これでジェリコともお別れね。あなたは助かったよ。みんなを救ってマーカス、あなたのおかげで。ジェリコを救うしかない。いや急いで急いで。うん、落ちちゃった。あのクリアリングはないわ。よし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 、持ち遅れだ。俺をほっとけ、アリスを頼む。皆さん置いてなんかいけないよ。でしょカーラ、その通りだ。置いてかないよね。置いてかないよ。ルーサー助ける。何してる。一緒に行くの。カーラダメだ。みんな一緒で、みんないい。うわ、なんて無茶な真似を。アリスを危険にさらすつもりか。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり。心配するな、アリスが無事ならそれでいい。置いていくなんて絶対に嫌。大丈夫、先に国境に行って待ってて。ほら行って、気をつけるんだぞ。でどっちこっち。隠れる隠れる隠れる。この人死んじゃうよ。わかったわかった、アリスの言う通りにしてあげます。早く早く入る。何来る。よっしゃ、ナイスカーラ。カーラもとって言っちゃったよ。ええ、平気よ。もう行かないと。おい、あっちにもいたぞ。ついてこい。よくバレなかったな。てか入ってきた人はどこ行ったの？マーカさん。出る、出ちゃったよ。次次次次、ささ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 さ。うわ、措置する。はいはい、あーレトウ危ねえ、レトウ。どっちが来るかわからん、何が来るかわからん。逃げるんだ、急げ。逃げろ逃げろ。ああ53メートル、あと50メートル。この下いるんだけど、敵敵じゃない。ガンマ隊近所、タイガー。で10秒登る。動くな。撃たれてねえよな。よし、どうしようもないの。早く行け。
みんなのところへ。仲間いっぱいがいい。別のルート、アンドロイドを救った。こっちは何、こっちは何、あ、いけない、急げ急げ急げ、20なあ、もうおお、阻止するよ。はいはい、これで失敗できなさそう。おい、反応が遅い。何が来る、急げ、こっちだ。ノースを探せ、すぐに行く。やばいやばい、出口よ、助かったのよアリス。あーん、動くな動くなって言っても撃つんでしょ。ね、逃げる。あー、あれ、死んだふり。伏せて、動いちゃダメ。動かない、怖い。ねえ、立ち上がる、早くない？足打たれちゃったけど。ほら行きましょう。お、大丈夫そうだな。大丈夫そうだな。爆発するしかないのか。おい、すぐ攻撃で、おいおい、もう反応が遅い。おい、あぶね、全然見えてなかった今の左近く、あぶね、三角だ。どうしちゃった、あれ、すぐ上、起動するしかない。急ごう。時期に爆弾が爆発する。すぐ来たな。走れー、ほい、走れー、あーノー、もう諦めろ。全然諦めろって言えば救うでしょ。カカカカカ、うわっ、おぶんで、はい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 、あっちだ、走れ、うわ、ナイス。おい、もう来なさんなっちゃうもん。あー、間違えた。エルト、危ねえ。いや、入ってないのかよ。アルト、危ねえ。うわー、コナーさんむずいんだけど。なんでコナーさんの選択、ほんとこんなむずいの。急いで逃げるんだ。わは、なんとかなったよ。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に次ぐ、全員至急船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。はははは、あー、辛かった。アクションむずくすぎだろ。終わった。はい、というわけで、いろいろ全部だな、全部。
はい、そして。おお。というわけで全部とりあえずマーカスさんから見ていこうか。世界の方、投げというわけでね、世論は敵対のまま、はい、でも仲間、みんな仲間は助けたよと、はい、話し合う、キスする、一人残して立ち去る、コナーを、ジェリコに誘う逃げる、廊下マーカス面白いなタイトルが。で登って逃げる。おお、56で最終的にどんな感じなんだろうね船の倉庫先行廊下マーカスまた出たもうマーカスなんだけどこんなの、はい、サイモンが一緒に飛び降りる 52%。 まあサイモンさんあれでもね、あのビルの、あビルじゃねえ、テレビ局の件もあるから 52% なのかもね、はい、コナンが一緒に飛び降りる。やっぱ結局みんなコナンさん変異体になっちゃうのね、はい、次コナンさん、まあ、バーッと見ていきましょう。もう操縦室、変異体になる76 みんなそうなのね、うん、おお、やっぱ多いな選択な。でどこ行ったのこっちかコナンはジェリコの仲間と脱出した。74%、結局ね皆さんね、コナンさんをね仲間にしたくなるんだよ。そしてカーラさん、いやなんとか無事に脱出したね。カーラさんも難しかった。いやでもアリスがねアンドロイドとは思わなかったよ。死んだふりをする 11% すげえじっとするでなんとか生き残るのは 75%、 じっとしてなくても大丈夫だったのかな。死んだふりの 11% 俺になったんだね、うん、いや死んだふり2回来たからそれは死んだふりするだろうって思っちゃっていやあそこでアリス守ってたら、あでも63なんだね。アリス守るだったらどうなってんだろう。あ難しいな、アリス守るで2択のうち1択多分ここに来てるから怖いねもしかしたら撃たれてたかもね。あまあとりあえず2人は脱出しました。いやとうとうこの3人がね会いまして、まあ3人 あったか、もうみんな顔見知りじゃん。そしたらねえ、だってコナンさんはねカーラさんを追ってったし、マーカスさんとカーラさん会ったし、でこの後マーカスも退治したしねえ、一応3人はねえ一応顔見知りという感じになるね。あでもあコナさん見たか、カーラさん、まあ追われてた人追われる身としてカーラさんを見たけど、あコナさんを見てたけど、さあこっからどうなるんでしょう。多分ね俺的にはね脱出したからまだ何あの脅威は去っていないみたいな感じで人間が襲ってくるんでしょう。まあそんな感じだと思いますよはい、というわけでまあこっから先どうなっていくんでしょうか。もうブレブレマーカスさんはねまっすぐ進んでいけるんでしょうか。コナーさんはとうとう変異体になっちゃいました。カーラさんはね無事にね、うん、いい家族となれることを願ってるというわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。